フランス科学アカデミーによる即地遠征は18世紀に現在のエクアドルに遠征して赤道での地球の緯度の一度あたりの4、5000個の距離を測量することによって地球の形状を明らかするために派遣された地学調査である。この調査は最初の近代的な科学的手法による地学調査の一つで最初の主要な国際的な科学遠征でもある。 18世紀に科学界取り分け、フランス科学アカデミーにおいて、地球の形状が極軸に対して平た、球状か超球状であるかに関して、大きな論争が巻き起こっていた。フランスの天文学者であるジャック・カシーには、地球の形状は極軸方向に長いという説を支持していた。フランス国王類15世と学士院は答えを出す、ために2つの探検隊を派遣した。一方は、 北極に近いラップランドのトルネガニエ、スウェーデンの物理学者であるアンデルス・セルシウスと、フランスの数学者であるピエール・ルイ・モー・ペール・チュイの率いる探検隊が派遣され、もう一方の調査隊は、赤道のエクアドルへ派遣された。パリではそれまでにカッシーニと他の人々が正確な測量を行っていた。エクアドル・エクアドル遠征隊は、フランスの天文学者であるシャルル・マリード・ドラ・コンダミヌ、 ピエール・ブーゲ、ルイ・ゴダンやスペイン人の地理学者であるホルヘジュアンやアントニオ・デウジョアによって率いられた。彼らは、複数の助手を伴いその中には、自然学者のジョーセフ・ド・ジュシューやルイスのいとこである、ジーン・ゴダンもいた。ラ・コンダミーヌは旅行中に、エクアドルの地理学者で、測量技師のペドロ・マルドナードとアマゾン側を加工した。1735年5月に、 エクアドル調査隊はフランスを離れた。コロンビアのカリブ海岸に上陸してパナマに向け出版し、陸地を横断して太平洋からスペインによって、キト植民地と呼ばれたエクアドルに向けて航海を続けた。エクアドルでは2つのグループに分かれ熱帯雨林を越えて1736年6月にキトに到着した。ブーゲー、ラ・コンダミーヌ、ゴダンと彼らの同僚たちは、 エクアドルの北付近の平原から南のクエンカの町までの地球の四五千個の極率を測定した。これらの測量によって初めて国際的なメートル法で測定された正確な地球の大きさが確認された。1739年にエクアドルでの緯度3度に相当する四五千個の長さを測定する測量が完了した。 ラップランドに派遣されたモーペルチュイの調査隊はすでに調査を終えて帰国していて、地球が極方向に扁平な回転楕円体であることも明らかになったという報告が届いていたが、天文観測における問題は彼らをエクアドルにさらに数年とどまらせた。ブーゲイは最初に遠征からカリブ海を渡ってフランスに戻った。ラ・コンダミーヌとマルドなどはアマゾン川経由で戻った。 五段は今で教授の職について1746年の地震からの復興を手伝い1751年に欧州に戻った。ブーゲートラ・コンナミーヌとスペイン人の士官たちは互いに別の探検機を表した。それは欧州の目を異国へ向けて開かせ、南アフリカのフローラとファウナや偉大な自然学者で探検家のアレクサンダー・フォン・フンボルトや、 他の者たちを探検に借り立てた。調査隊のメンバーには初めてゴム園に踏み入れた者もいた。キニーネの紅葉の発見やメートル法を測定に使用した。19世紀末に科学アカデミーは最初の地学調査の結果を確認するために同様の国際共同調査隊をエクアドルに派遣した。この2回目の調査はイー・マウライン隊長と複数の 軍人によって1901年から1906年にかけて引きられた。フランス人はジョルジュ・ペリエと後に重要な人類学者になり、パリの人類博物館を設立したグニのパウロ・リベテの2人のみだった。2つのピラミッドがヤーレッキーでの測量においての寄戦で調査100周年の1836年に再建に選ばれた。 この記念碑は次の世紀には修復されなかったが1936年にフランスの原型よりも低かったが200周年を記念して再建され2個目のピラミッドがエクアドルのサンアントニオ・ピチンチャに建てられた。これらの記念碑は現存する。新しい基礎国際空港がヤーレッキー・ボンチに開業した。測地調査の重要な遺没は現在は存在しない。1936年エクアドルの フランスアメリカ委員会は、エクアドルの地理学者であるドクター・ルイス・トゥー・フィーノの発案による最初の即地体到着の200周年の記念碑の混流を支援した。高さ10メートルの記念碑が、エクアドルのピチンチャ県のサンアントニオでピチンチャのミッター、デルムンドに建てられた。しかしながら調査隊がその地域を訪れたという記録はない。フレデリック・エドウィン協会の海岸部の絵画には、 実際のエクアドルではない不審な類似点がある。有名な建築家であるラファエル・ビニオリによって新しいピラミッドを赤道上に建設する計画がある。ありがとうございます。